Cメジャートーナリティにはシャープもフラットも存在しないと多くの人々は教えられてきました。未だにその教えに従って演奏する人もいます。でも一つのキーはその音階の中に半音階を持つことができるのです。トニック系トライアドである C と Am、サブドミナント系トライアドである F と Dm、しまいにはドミナント系トライアドである Em と G にまで半音階をつけることができます。このプロセスをオルタレーションと呼びます。トニックのオルタレーションは1シャープと6シャープです。すなわち、キー C のトニックは C シャープディミニッシュと A シャープディミニッシュになるのです。機能的にはリーディング、同音機能を持つものです。サウンドクオリティはメジャーでもマイナーでもなく、ディミニッシュです。というわけでトニックには2つのディミニッシュが派生します。C シャープディミニッシュはサブドミナントの D マイナーへリーディングします。サブドミナントもオルタレーション可能です。1度と6度を半音高めることで、D マイナーは D シャープディミニッシュとなり、E マイナーへ向かいます。さて、E マイナーの E は半音低めることで E フラットオーグメントになります。そこから F メジャーへ向かいます。F を半音高めることで F シャープディミニッシュと D シャープディミニッシュが生まれます。これらは G メジャーへ導く。G メジャーの5が高められて G オーグメントになります。G オーグメントはトニックの A マイナーへ導く。A が半音上がって B フラットディミニッシュになる。B フラットディミニッシュは C シャープディミニッシュと一緒だ。さらに半音上のディミニッシュで、ダブルディミニッシュコードが続いてトニックに導く。ディミニッシュコードは、どこかへ向かおうとしている。彼らはリゾリューションを求めています。ディミニッシュはそれぞれが違う方向性を持つためサークル4には存在しません。要するに今から聞き取ってほしいのはこのディミニッシュとオーグメントつまりオルタードコードなのです。C シャープディミニッシュから得られるものは単なる C シャープディミニッシュではないはずです。これらは D へ導くためにあるからです。E ディミニッシュからは F へ導いているんだなというのが聞き取れるはずです。オーグメントを聞いても単なるオーグメントが聞こえるのではなく、これが何かへリーディングしているのだという方向性がうかがえます。これらがオルタードの役目なのです。オルタードは人の耳に期待と予感を与えます。ダブルクロマチックアプローチ、パッシングトーン、オーグメント、ディミニッシュはすべてスケールノートのオルタレーションであることがわかるでしょうか。ある程度のテンポで演奏した方が、オルタードが C メジャースケールの一環であるのが聞き取れるでしょう。8小節ごとにファンクションが変わるコードチェンジを練習しましょう。4小節 C メジャー、4小節 A マイナー、4小節 F メジャー、4小節 D マイナー、4小節 E マイナー、4小節 G メジャー。間のオーグメントは次のコードの 5th ディグリーですね。例えば C から A マイナーへ導くためには C の 3rd ディグリー、そして A マイナーの 5th ディグリーが使用されています。つまり C オーグメントと A オーグメントは全く同じコードなのです。これを練習することによって柔軟性とリスニングスキルが磨かれます。音楽しながら人が次にどのコードまたはキーへ向かおうとしているかが予知できることで、フレキシブルで正確な演奏ができるようになります。練習のコツは、あまり早く進まないこと、良いクリーンなサウンドを心がけて、常に人々を喜ばせるつもりで演奏するように。
良い耳を持つ、つまり演奏を聴いて動けるための耳を持つためには最初に相対音感を持つ必要があります。それは、1、6、4、2、3、5、1をしっかり歌えるようにすること。例えば C の場合ですと A がすぐに歌えるように。多くの人々は知識があっても歌えない。逆に歌えているのに知識がない。これでは相対音感があるとは言えません。相対音感とは、一つのノートと他のノートの間の距離を把握していること。これがレラティブピッチです。C シャープディミニッシュが聞こえたとき、それにはいくつかの方向性がありますが、そのキーの中では D マイナーへ向かうのだろう、と予言ができるようになると、あなたの耳は、かなり良い。と言えます。マイナースケールは動きが激しいです。メジャースケールよりもたくさんのクロマチックアプローチが含まれています。マイナーキーのセカンドディグリーは、もはや、ディミニッシュです。サードディグリーは、オーグメントです。フォースディグリーは、マイナーで、フィフスディグリーはメジャーです。そして、シックスディグリーはメジャーです。一般的に、セブンスディグリーはハーフディミニッシュと呼ばれていますが、これは実際のところマイナーサウンドです。最も動きが激しいため、基本的にはパッシング機能を持っています。オクターブ現象によって6が3で、3が6で、2が7になります。4は5になりますがパーフェクトです。オーグメントとディミニッシュが鳴ったとき、実際のサウンド以外の情報も聞き取れるようになれば、あなたの耳は完璧なのです。良い耳というのは、ただ物理的に聞こえているコードを言えることより、そのコードがどこから来たのかどこへ向かっていくつもりなのかが予想できる能力なのです。つまりあなたの耳は、知識とともに磨かれます。数学だという本がありますが、私はそのタイトルに賛同します。多くのこと、例えばダイアトニックやレラティブキーやメインコードとファンクションやスケールディグリー、トライアドといったものは当たり前のように潜在意識に刻み込まれて、何も考えなくてもよくなっています。はじめは足し算、引き算も考えていましたね。そのうち、掛け算や割り算も暗算できるようになっています。小学校時代の算数に値するのが音楽のファンダメンタルな基礎知識。この先へ進むには、基礎知識のスペースを空けてあげなくてはなりません。基礎知識はすでに身と地になって、もはや思考から外しても良いのです。自転車を一度覚えたら、二度と忘れないように、基礎知識は一生忘れません。そうなったとき、初めて新たに頭の空きスペースに新しい思考回路ができます。ミュージシャンの脳は、さあ、今度は何を考えようかな、と、新たな課題を探します。ここで、数学が必要になります。これは、出したいサウンドを、どういう風に配分したいか、です。いかにしてこのコードから次のコードに向かって動こうとしているのか？すでにスケールやコードは潜在的に知っています。アプローチノートも知っています。
今度は、それらを省いたり加えたりリズムを変えたりしながら、どのような配分が、今私の出したいサウンドにふさわしいか。という問題です。僕は今、この一つのコードにどのくらいの時間を費やしたいのか。それ次第でアプローチノートの数が変わりますね。あるいは、共演者のソロを聞いて、予言するのは、すでに潜在的にできています。今度はそれに対して自分はどうやって、着地音へ同時多発的にアプローチできるかどうか。あれこれの方法を試行するために空きスペースが必要なのです。キー、C の、最もベーシックなトライアドで構成されている12小節ブルースの4小節目は B フラットになります。これは次の F メジャーコードのガイドトーン、A へ向かうリーディングトーンです。次のエクササイズはブルース形式にアルペジオとクロマチックアプローチを使用するための導入です。ゆっくりと考えながら演奏しましょう。何を考えたらいいかというと、コードノートなのかクロマチックアプローチなのか、後者の場合、それはどこに向かおうとしているのか、あるいはどのコードノートを囲い込むつもりなのか。ブルース進行はすでにおなじみですよね。すると次のコードまでの時間を計算することでアプローチノートの配分が決まります。こういった類のことを考えるのです。何かお気づきのポイントありませんでしたか？そうです、スイングです。初めの2小節は主としてコードトーンが使用されています。ここが C メジャーコードが続いていることを示しています。こんな場合、コードトーンはおおむねストレートな4、または8ビートで演奏されます。アプローチノートはアルペジオに動きを与え、ベーシックなサウンドを面白くさせます。アプローチノートは主に裏に来て、タイでシンコペーションを作って次の小節の頭に入ります。これを日本語では、クーと言います。このように手前からクって入る音のことを英語では、ピックアップノートと言います。これらはスイングフィールで演奏されます。8ビートより遅れて、小節の1より早く入るのです。4小節目の C7 スコードはサブドミナントである F メジャーへリーディングしていますね。6小節目のダブルアプローチノートは B ディミニッシュコードへリーディングしていますね。その B ディミニッシュコードはさらにトニックである C メジャーに戻しています。同じ原理で8小節目のパッシングトーンは F シャープディミニッシュコードへリーディングし、その F シャープディミニッシュコードは G メジャーへリーディングしています。次のエクササイズも、ジャズ好きな人ならおなじみのリズムかと思います。聞き慣れている曲のように演奏するにはコードトーンとアプローチノートを意識することです。それによってリズムの解釈が変わります。あなたがどこをスイングさせるかであなたの演奏経験と音楽知識が測られているのです。Thank you.
More blues. More blues. Blues Marathon.